じゃあ、このスケジュールやっていくわ。作戦、命がけの研修。これ、あれかな？戦闘のやつかな？エーテリアスと協力して建材の研修に成功した。なんてプロ棋士として今回最高の仕事ができただろう。早速依頼人には報告がてらお褒めの言葉をもらわないと。あの業者、今度はどんな言い訳をするんだろう。あれ、これ今からじゃないの？建材の研修に協力するようエーテリアスを誘ってみよう。今からだよね。エーテリアスを誘う？戦闘依頼だね。これね。あ、このパーティーでいいか。ニコさん育てたいとこなんだけど、やっぱ四季を防衛戦のこと考えると、もう一人の2チーム目のアタッカーを強くした方がいいから、難しい、悩ましいよね。これ壊せばいいのかな。2分以内にクリアしてた。え、こいつは倒せってこと？え、違うか。これか。あ、これか。2分以内に全部壊せばいいってことか。目標地点を迎えと。建材を壊すエーテリアスどものあの破壊力、私は確かに見たぞ。建材どんやめ、適当なこと抜かしやがって一撃で粉々になったじゃないか。私に映像を送るのを忘れんでくれ。これから建材どんやとお話ししに行くんだからな。終わり？あ、終わったわ。はいや。これでいいらしい。あ、なんか、弱いやつか。あ、でも、これで9000ディニーはありがたいな。じゃあ、高坂さんの、高坂さんなんか、高坂さんなんかわかんないけど。はい。本当にここまでできる人が現実にいるなんて、エティリアスを呼んで実験に協力させたとは恐れ入ったよ。それでエティリアスでさえ破壊できないさん、まだ何か言うことはありますか？そうですね、材料の問題点を洗い出すため少し時間をいただけるといいでしょう。では今度お会いするときは、今回出会ったこのプロ棋士のような頼れる建築材料を持ってきてほしいものですね。業者は悔しそうに去っていった。終わり？あ、これで終わりだ。早っ。3分で終わったわ。このままいったるか。作戦って書いてあるやつがあれかな、戦闘の依頼の感じかな。まあ、ただ戦うだけみたいなのに行きたいな。まあ、上の方のこれ行こうか。よさめ に紛れる恋愛マスター。ミアを探そう。スネークは予備のボンプが1匹あると言ったロジャーが待ち焦がれているミアかもしれない。フォローに入って確かめてみよう。これ多分、あのやつかな？演技用にプログラミングされたボンプの話のやつかな？サクサク終わらせていくぞ。汝が捨て石は彼の宝。もうどんどん行こう。まず戦闘依頼をガーッと終わらせてってが早いか。戦うだけなのはすぐ終わるもんな。攻撃させない。ん？こっちか。ジェンさんメインで、あ、な、ジェンさんメインでやるんだったら、ボンプも物理系のボンプの方が絶対いいんだろうけど。一応アタッカーはシュエンさんという定義言ってるからね。
どいてどいて、いい子にしてなさい。入った。これぐらいにしてやれ。いいんだけど、あれさっきより使ってないよ。廃棄された箱、部品がたくさん入っている箱だ。中には大きな損傷を受けたボンプが横たわっている。重要な部品がいくつか取り外されている。これがおそらくロジャーが言ってたミアだろう。持ち帰ろう。おっと、1万ディニー、ありがたい。でこれで多分話しかけに行って一区切りみたいな。あ、時間じゃないになってんな。時間じゃない。朝、まあ、寝ればいいか。寝るか。でスネークと話そう。どちらかじゃけ、あのセリフしか喋んなくなっちゃったボンプよな。これロジャーな。猫に告白してたやつな。一体どうすれば一緒に来てくれるんだ。ああ、目立つ恐れがなければお前を担いで走っていくのに。威圧されたとされたって何とも思わない。それどころか君と一緒にいたいという渇望がますます強くなるだけだ。頼むからセリフを言うのはやめてくれ。どう処理される。直接廃棄する。うちの撮影チームはお金に困ってないから新しいのを買えばいいしね。壊れたのを修理に出しても時間の無駄だって監督に怒られるだけだよ。なんでそんなことを聞くんだよ。あれロジャーの方があの予備のボンプだったんだっけ。あれ ロジャーか今拾ったの、拾ったのがメインのボンプだったのかな。このまま壊れたミアを渡したらきっと廃棄処分されてしまうだろう。そうなったらロジャーはミアにも会えなくなる。慎重に答えなきゃ。猫がボンプ2号。あ、エンゾおじさん。ミアを修理できるかも。少なくとも廃棄される運命からは逃れられるだろう。エンゾおじさんに聞いてみよう。あ、続く感じ。エンゾちゃん。エンゾちゃんのとこ行こう。こいつ、なんか用があるときちょうど外に出てくれ、外にいてくれてるよな。弱気らじゃねえか。ちょっと外に出て息抜きしようと思ったらすぐに見つかっちまったな。どうした、ボンプの修理か見せてみろ。一目でエーテリアスの仕業じゃないとわかる。誰がやった。補助駆動軸もないし内蔵モチュールもない。取り外せないロンリコアを除いてこのボンプの金になる部品は全部取り外されちまってる。だが同胞もある。ロンリコアが残ってさえいれば 100% 直せる。予備の部品とか細々したものは全部うちにある。直せ。分かった。じゃあボンプを置いてきな。今手元にある仕事を片付けたら取りかかる。遅ければ3日から5日ぐらいかかるが早ければ明日に終わる。よかった。ミアは助かる見込みが出てきた。帰ってロジャーに伝えよう。でもスネークさんには知られないようにした方がいい。でミアの情報をロジャーに伝える。ロジャーだけに伝えんの？ロジャーには意思はあんのかな？スネークめっちゃ近くにいるけど。一体どうすれば一緒に来てくれるんだ。そうだよ、約束する。でも今は無理だ。雨は止んだよ。どういう意味、何を言ってるんだい。ターボに太陽が昇ったからね。一体何を言ってるんだ。それも映画のセリフか。違うような全然わからない。もしかして原作小説の中のセリフかい。ロジャーは何かの指示を聞いたようにもはや立ち尽くすことはなくスネークに近づいた。どうしたんだい1号、一緒に来てくれる気になったのか。うん、これは何かの制御コードなのか。なんて言ったっけ。6分雨、それとターボの太陽。まあ何でもいいや、とにかく助けてくれてありがとう。映画が公開されたらぜひ見に来てくれ。よかった、スネークさんは全く理解していないようだ。ロジャーが意味を理解してくれてるといいんだけど。そうだ、もう一つ言いたいことがあるんだ。言わなかったからといってどうでもよかったわけじゃない。そのことを理解してほしい。
このことはもちろん秘密にしてくれ。今日の出来事も君が聞いたセリフも全部秘密だよ。企業秘密だからわかるよね。こうしてスネークは企業秘密とつぶやきながらロジャーを連れて去っていった。その時ふとした拍子にポケットから紙切れが落ちた。どうやらセリフのメモのようだった。 M、ミアとロジャーってことか。誰かそこにいるの、あなたなの、怖がらないで愛しい人、僕はロジャーだよ。私のロジャーどうしてそんな姿に。体が小さくなっても君を愛する気持ちは1ミリも減らないよ僕のミア。私を連れてここを永遠に離れるために来てくれたの。そうだよ約束する。でも今は無理だ。雨があまりに激しく降っていて、君も僕もどこにも逃げ場がないんだ。分かってるわ。お父様のお怒りはこの止むことのない大雨のよう。私はもう雨が上がって晴れるまで耐え抜く勇気を失いそうだわ。威圧されたって何とも思わない。それどころか君と一緒にいたいという渇望がますます強くなるだけだ。他の人の意見なんか気にしない。空が崩れようが下があるかどうかなんてどうでもいい。僕が気にするのはただ一つ、この瞬間その名前の持ち主が僕のことを気にしてくれているかどうかだけだ。そうベッドで目覚めるたびに僕の心はミアという名前のためだけにことをしているんだ。ミア、君を愛している自分のこと以上に。長えな。聞いて突然で悪いけど、偏見と悪意の洪水に押し流される前に最も重要な言葉を伝えなければ。雨が激しくてあなたの声がほとんど聞こえないわ。どうじゃ、ミア真剣に聞いてくれ、愛してる、結婚してくれ。これをあれ猫に向かって言ってたんだな。なんて言ったの。雨が強すぎてあなたの姿も見えない。まだそこにいるの。どうじゃ、大丈夫、聞こえるようになったらもう一度言うよ。いや何千回でも万回でも言うよ。君が断らないことは分かってる。ミア、一緒に雨が止むのを待とう。ここにいて僕もどこにも行かないから。そうすれば太陽が昇った時君は僕を見つけられる。その時が来たら僕たちは永遠に一緒だ。一緒に逃げるか一緒に死ぬかだ。なんかあこれで終わり。なんかロミオとジュリエットみたいなね。治安官本部が。じゃあアーカイブ切り替えて作戦系のやつを終わらせていこうか。